聖ー、ロザリアは、イタリアのシチリア州パレルモとベネズエラのミランダ州に、ある、エルアティジョ氏の守護聖人、カトリック教会で崇敬される。伝説によると、ロザリアは1130年、カール大帝の末裔である、ノルマン貴族の家系に生まれ、非常に信心深く、ペッレグリーノさんの洞窟の忍者として暮らし、1166年に、その場所で死んだとされる。 彼女の最後については何もわかっていない。1624年にヨーロッパでペストが流行していた頃、パレルモで病気にかかった女性の前にロザリアが出現した。次に漁師の前に現れ彼女の意外のありかを示し、行列を作って街を通り彼女の遺骨をパレルモに運ぶよう命じた。言われた通り、漁師はその山の洞窟で遺骨を見つけたので、 ロザリアに命じられた通りにしたところ、薬病の流行は収束したという。それ以降、ロザリアはパレルモの守護聖人となり、意外が,が発見された洞窟には、教会が建てられた。聖ロザリア祭り毎年7月15日に、フェスティーノと呼ばれる聖、ロザリアを祝福する祭りが催され、パレルモでは、社会的にも、宗教的にも重要なイベントである。9月4日にも、 パレルモからペッレグリーの山を素足で登るフェスティーノと聖ロザリアに関連した伝統行事がある。ありがとうございます。